新衣装ゴールドシップ &SSR 中山フェスタ実装きたー、に対するみんなの反応。ゴルシちゃんだぞーい。やっぱり突然の衣装違いは突然の実装フラグか。突然美人になるな。ダイヤちゃんは年末かな。運営は北水の何にやられたの。セイフラもいっぱい押してきたからな。シナリオリンクのサポカ増やす流れ？ああこれ中山が人権になる流れですわ。中山の相手は誰だい？帝王より先に3着めくると思わないって。え？ちょっと待って無料10連切り替わるってこと？もしそうなら天井に届かないんだけど。今やってるやつに追加ってだけだろう。白馬なのに絞りに来てるな。これは、ついていけなくなる予感がする。二着目が結構遅かったからまたしばらくないなぁと思ってたらこれだよ。北水だけは何が何でもとつる。北水だけは何が何でもとつる。トプロとメイちゃんは継続で追加だよね。焦った。ダイヤちゃんにも新衣装あると聞いたから楽しみ。あっちはアニメ合わせじゃないかな不死鳥帝王みたいな。白馬サポカ出した分強いよね。この中山の隣を並走してる馬娘は、俺はエルとメイちゃんに全力出してしまったので中山は頼んだぞ。どちらにせよそう遠くないうちにダイヤも来そう。北里3着目はアニメに合わせるだろうね。中山はスタコンあたりに来てくれるのが現状のシナリオリンクサポのメンツ的には収まりがいいのかな？突然北水を浴びせてくるから心臓びっくりしたじゃん。通常ゴルシにこれ着せてドロップキックさせてー。この人よく見たらとんでもない美少女ですわね。互角、ですわね。ブエナの解像度上がってるんだけどえ？マジで？期待していいの？この後サトノウも来るの確定してるからわー。性能もだけどもあのドレスゴルシマジで欲しいから悩むなこんな時期に。セイちゃんとフラワーもそうだけど SR のカップリングサポカはイラストが良すぎる。キタちゃん3着目もほぼ内定だろこれ。アニメやるんだから帝王マックイーンみたいに予想できたことじゃん。一瞬パニクったけど、今の L&メイガチャとは別枠ってことだな。思わず残り期間確認しに行ったがトプロと L メイは 2.5 周年のガチャ枠ってことか。これはダイヤちゃんもラーク衣装来るぞ、衝撃に備えろ。もう無理、すでに財布が耐えられない。めっちゃあっさり出しおった。ゴルシはヘッドギア外すと強すぎるから禁止されたはずでは。ん？トプロ11日までだよな？明日からゴルシの PU ガチャも始まるん？前回もハーフアニバはガチャが複数あった。ハフバ、アニバの時にガチャの期間被るのは毎回のこと。去年もリッキーとキムファルコの2種類ガチャ開催被ってた。そうかフルアーマーとか黄色いまん丸と同じポジションか。新キャラのストック内分3着目の方向性になるか。初期からいるのに未実装の子がいるんです。私はヒーローだから遅れてやってくるんだぞ。その目尻は赤かったという。メイちゃん PU は9月11日まででっせ、焦ってぶっ破しないように。トプロガチャと並行か、そして11日に同時に切り替えと。ところで私の意思が見当たらないのですが、そこにないならないですね。あのねお兄様、今お得なキャンペーンを開催してて。ダイヤちゃんなら危なかった。でもいずれ来ることはほぼ確定となったわけか。アニメ3期近いから3期用の新衣装キタちゃんと一緒に来るパターンかもしれんね。アニバ合わせの線もある。2期のテーマクパターン濃厚だよね。シナリオリンクの都合上そう遠くないうちに来てもおかしくはない。クラちゃんとダイヤちゃんが立て続けに来る可能性もなくはないし、里の家トレーナーとしては怖い。凱旋門賞ちゃんにまでには来るだろう。どっちもシナリオリンクは草。衣装違い早くて草。フェスタの SSR 毎回イラストいいな。このフェスタ3ゾーン入ってるね。完全に不意打ちだったわ。中山の表情ええな、競り合ってるのは誰や。ワークフォースと言いたいところだが黒赤黄色が見えるからブエナビスタかもしれない。車台解禁の今サンデーのブエちゃんって秒読みだよね。ゴルシはどういう性能になるか。ラーク合わせとはいえフランス旅行してきただけな凱旋門仕様はないだろう。
先行して貴婦人ぶっ飛ばした13宝塚仕様とかかね。やべえな、新衣装ダイヤちゃんと SSR シリウスとかも来そうだ。ゴールドシップの頭の被り物外すのはルール違反すよね。怒らないでくださいね、美人なだけのゴルシなんて引くしかないじゃないですか。ゴルシとダイヤちゃんだけ新衣装あったから気になってたけどもう来たのか。今回はイベントストーリーなしなのか。あるなら今日の時点で告知されてるだろうからなさそうかな。福来たるファルコ枠でパンク対新チケゾー枠ではないってことなのかな。タップさんじゃなかったか。タップもシナリオリンクあるのは告知済みだし近いうちに来るとは思う。石の使いどころが悩ましいね。ゴルシアレ、サイゲシャインハイ。フェスタの絵すごい、欲しかったなぁ、ジュエル尽きた。トプロとメイト L に石ぶっ破したからな。凱旋門でいきなり新衣装出してから実装まで早いな。ガチャの残弾に余裕はあるってことでいいんですかね。ブライアンは長期間放置してたのにこっちはすぐなんだな。シナリオリンクだからそりゃそうよ。例の超可愛いゴルシカ、100連くらいで来てくんねえかなぁ。中山の別衣装欲しいけど通常でも十二分にかっこいいからなぁ。ドドドドどうすんのどうすんの。ジュエルだ、ジュエルだ、ジュエルを持ってこい。ゴルシの衣装エッチすぎるから引かざるを得ないじゃん。ゴルシの固有スキルどうなるんだろうなぁ、一筋縄とは思えないな。もう水着ゴルシみたいなゲーム性ぶっ壊し固有じゃなければなんでもいいわ。新衣装ダイヤちゃんはアニメでお披露目からの実装な気がする。SSR スタ中山そこそこ使えると思ったのにもう上位互換来るのか。今年の白馬は衣装違い来ないと思ったら途中でぶっこんできたな。やっぱ頭の被り物外すと誰だお前ってなるな、いい意味で。徐々に増している気がする。馬娘運営のブエナビスタ実装したい欲。アニメあたりでサンデーの馬娘が来ても不思議じゃないが欲望を抑えきれない制作チーム。通常の G1 勝利、ドロップキック、水着の G1 勝利、バズーカでオーダー、次は何する気だこいつ。凱旋門でも振り回すんじゃね。エッフェル塔を突き刺す。このゴルシとダイヤがシナリオのどこら辺で出てくるのかわからん。ゴルシはチャレンジフロムシップ、ダイヤはトラストフロムダイヤ。中山のサポカイラストってどれもいいなぁ。書いてて絶対楽しいだろうしやっぱ筆が乗るんやろなぁ。ゴルシは水着がやや使いづらい性能なのもあるし、3着目は普通に嬉しい。キタス SR だけでも私にはお腹いっぱいです。ビコート KS ミラクルがいつ来るのかわからないところにダイヤまで、石を貯めるんだ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。